よっしゃ、続きやっていきましょう。ゲラゲラポーツは行ってみましょうかね。じゃ、小日向駅の先らしいんで、ちょっと乗車券買っていきましょうか。300円。高え、今481円しかないけど。買います。1日乗車券を手に入れた。どんなところなんだろうね。楽しみだな。乗車券を持ってないといけないと。小日向駅より先って言ってたけど、響きの線桜中央駅。中央駅じゃなくて、もう一個先に行くんだよね。右側だよね。多分、響き線を使って右側に行くと。なので、これではないんだよね。こんな感じなんだろう。ワクワクするね。推奨レベルが55だから相当強い妖怪とかたくさんいるんだろうな。スタンプラリーを押してあると。このスタンプラリーはさ、押せないのかな次の駅で。ちゃんと来る？夜中に持ってると行けるんでしょ？あ、来た！向こう谷行きだって。これ他の人には見えてるのかな？でも人は結構乗ってるね。じゃあ向こう谷行きっていうところは、向こう谷っていうところは普通の駅であることは普通の駅なんだ。妖怪の駅ってわけではないんだね。どんなところだろう。ワクワクすんな。俺はワクワクすっぞ。お、本日も響きの線をご利用いただき誠にありがとうございます。あ、どういたしまして。なんか来るかな。お、来た。はっ、なんだっけこいつ。のらりくらりか。へへ、面白そうな人間派遣。ギギ、なんですかね一体。戦闘かな。ちょうど対決してたんだよね。暇つぶしに付き合ってもらうよ。こいつなら余裕だろうな。余裕ですもんな。勝利です。ありがとうございます。じゃんじゃん。経験値は、あー微妙だね。この敵は基本的に弱いし経験値ももらえないんだよね。無駄なイベントだな。今日のところはこの辺にしておこうか。でもさ、ここでしか会えないキャラクターとも結構いるんじゃないかな。ここでしか仲間にならないとか。うん、なので一応戦っていこうかね。よし、じゃあ向こう谷駅です。もう夜だからね、大丈夫かな。まもなく向こう谷、向こう谷。妖怪ウォッチ2になってからほんとマップ広くなったよね。一気に広くなった感じがする。向こう谷駅に着きましたね。ここで降りましょう。まあ1のね、あの元々あった地形をちょっといじるだけだからね。開発自体は楽なんだろうね。よし、来ました、向こう谷駅。あー、結構海が近いのかな。ちょっと背景見たいんだけど電車邪魔だな。あー、こういう感じなんだ。こんにちは。桜ニュータウンの向こう側、こちらは向こう谷駅でございます。あ、そういう意味で向こう谷なんだ。へえ。左側ちょっと行きたい。あ、ゲゲゲランド行き、これか。ランク D 電車だって。うぅー、ちょっと駅員さん大変です。変なのがいます。何ですかこれ。何も気にならないの。こいつに乗っていけばいいのか。ちょ、向こう谷駅で降りたかったけど、ちょっとじゃあゲラゲラランド行き行こうぜ。うわー、何が起こるんだろう。桜木の奥にも桜木山ってあったね。それも行ってみたいな。うわー、妖怪だらけ。すごい、電車の中が妖怪でいっぱいだ。そりゃそうですよ、妖怪のための電車なんですから。人間様の線路を勝手に使ってるわけか。きっと楽しいツアーになりますよ。私がお約束いたします。本日もヨーマー特急をご利用いただき誠にありがとうございます。あ、どういたしまして。お客様にご連絡いたします。はい、なんでしょう。ただいま車両トラブルのため、あ、この電車は停車できません。なんでこういう時に限って。あ、止まりません、止まりません。原因を調査中ですので今しばらくお待ちください。どうせ妖怪のせいでしょまた。うっせーん。いきなり大変なことになってるけど本当に楽しいツアーになるの。旅にトラブルはつきものなんです。こんな時は手ず騒がず。でもさ、チケット持ってないとさ、この電車見えないんでしょ。で、今乗ってるじゃあの妖怪たちっていうのはみんなチケットを持ってるとか。じゃ、当選した人って結構多いんだね。車掌さんを探して事情を聞きましょう。おそらく先頭車両のあたりにいるはずです。わかった。これ何、セーブポイントじゃないの。こんにちは。あー、まずいな、困ったな、どうしよう。あの、何かあったんですか。実は妖魔特急を安全に停止するために必要なブレーキハンドルが何者かによって盗まれてしまったのです。それじゃだって止まることできないじゃん。かなりヤバいですとも。このままでは電車が止まれません。しかし幸いなことに電車が止まれないということは犯人はまだこの電車の中に残っているということ。あ、そういうことだね。袋のネズミだな。題してブレーキハンドルが消えた妖魔特急密室障子案件。チャラチャラテテレテレテテレテレテテレテテ。俺の名前は高校センターテアブ。社長さん、なんか楽しんでない。さあ、お客様、今こそ出番です。ブレーキハンドルを盗んだ妖怪を探していただけませんか。お礼くれるなら全然いいですけど、車掌さんも仲間になりませんか。
どうやら私の出番のようですね。この事件、名探偵ウィスパーが必ずや解決してみせましょう。じゃあ俺たちはホームズみたいな感じ、助手みたいな感じかな。こっちも楽しんでるし。犯人探しの基本は聞き込みです。社内のお客さんから話を聞きましょう。さあ行きますよ、助手のアブくん。ウィスパーが探偵って本当に大丈夫かな。レイトン教授呼んでこうぜ、レイトン教授。こっち側行けないんだね、立ち入り禁止で。お客様、今機関室にお入りになるのはやめください。でもこの先に絶対犯人いるって立ち入り禁止なんだし。こんにちは、電波小僧だっけ。電波小僧、電波、旅行だ旅行だ、テンションビンビンだぜ。何々泥棒が出たって。そうなんで、ちょっと座りなよ、さ、行儀悪いから。そんなのどうでもいいから、俺らと、おーい、バトルしようぜって。本当に戦うのかよ、お前ら。妖怪って本当バトル好きなんだな。あ、絶好調がいる。絶好調仲間に入れたいな。ジュースが、ジュースあげよう。あ、結構強いよ、しかも。まあ、レベル55だからね。ジュース、ジュース。ジュースで一番いいのって何なんだろう。ヨカコーラかな。お茶しかないわ、ジュース。牛乳とジュースは違うはずだしね。じゃあ葉緑茶で、葉緑茶、はい、おっちゃー。多分絶好調は HP 回復なんだよね、こいつ。多分こいつ先に倒しましょうか。結構強いな、ハゲてないようにこれぐらいの時ダメージあったり、結構強いよ。技で倒しちゃうか。いけ、シャドウ君、さすが推奨レベル55だけあるね、タフいぞ。いけ、影流で落として、おしゃれ。全然死なねえじゃん。絶好調くらい倒したけど、オッケー、ナイスの前のに。いいぞいいぞ。ここでやって、シャドウ君回復してくんねえかな。じゃあちょっと引き続きサボってる最中に、来た、ハート、ハート、ハート、オッケー。で、電波コード何が好きなんだっけ。あ、倒しちゃうな、やべやべ。スナック、スナックが好きなんだ。スナックでもね、1個しかないんだよな。まあ、いっか、じゃがじゃがじゃが。じゃがじゃがじゃん、じゃがじゃがじゃん、じゃが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 じゃん。よし、倒したぜ、これで。よし、ナイス、ナイスタイミング。これハート2つだから結構いけるんじゃないか。仲間なんねえかな。あれ、でも電波コードって持ってたっけ。もう1でゲットしたか2でゲットしたか忘れちゃうんだよね。あ、経験値は結構うまい。え、ヨカコ、あ、いいよ、ヨカコーラ。仲間には、あー、なったなった、いいね。はーい。おいらとお前、いい電波ビンビン感じたぜ。じゃあ電波コード仲間になります。ビンビンか。電波小僧。電波小僧、カンチくんじゃん。じゃあ、ニックネームつけます。はーい。じゃあ、絶輪で。はーい、絶輪でお願いします。いいじゃない。電波小僧、絶輪と呼ぶ方にした。男の憧れ、絶輪の情報、妖怪大臣に登録した。いいぞ。やっぱ持ってなかったね。いい感じ、いい感じ。このページも埋まりそうだよ。アッパやり感がすげえ気になる。手に入れたメダルは妖怪大臣に送られた。この調子で話しかけていったらどんどん戦うことになりそうだね。やられた、お前超強いな、マジで。楽しかったぜ、また今度遊んでくれよ、電波。なるほどね。よっす、こんにちは。あ、ブレーキハンドル、なんじゃそりゃ、俺は見てないぞ。てかこいつらなんで座らねえの、なんで椅子の上に立つのこいつら。そんなことより戦うの、またお前この俺に話しかけておいてあっさり倒れるとは思ってないよな。いや、そっちに行こうとしてないです。通らなくていいです、ごめんなさい。ここは通さん、通せんぼ。もう全部バトルになるんじゃないのこれは。でもいいレベル上げになるわな、今レベル低いし。あ、どういう理由だ、当選棒を仲間に入れてたっけ。まあ、とりあえず狙ってみようかね。仲間になっててもあれにすればいいもんね、コンダマシ。じゃあ絶品ユニ1本しかないのか。じゃあちょっとフルーツグリーンにしようか、もったいないからね。こいつはすぐ仲間になると思うんだよな。どういう理由は多分仲間に入れてるから別にいいし。 OK、結構強いね。つかタフいわ。ちょ、レベル上げしとかないとまずいよな、これ。頑張ってレベル上げ。経験値うまい。超ラッキーが効いたね。いいぞいいぞ。スタミナ無に柔らかキュース。経験値どんどんくださいよ。おー、しかも仲間になった。当選ボン。友達になれい。出なきゃここは倒産。強制なんですね。こっちになります。当選ボン。よし。じゃあ、ニックネーム。じゃあ、卑猥物質で。はい、じゃあお願いします。当選棒のニックネーム、卑猥物質にしますか。はい、よろしくお願いします。当選棒を卑猥物質と呼ぶことにした。最低すぎる。あ、まだ仲間に入れてなかったね。よかったよかった。いいぞ。全種類コンプするぞ。頑張って。手に入れたメダルは妖怪大臣に送られた。妖怪ウォッチ3が発売するまでにコンプリートしたいね。頑張って。かー、負けた、仕方ねえ、通ってよし。あー、もうめんどくさいな、こいつら。あ、リュウくんだ。リュウくん。
どうしたのだ？なんか困っているみたいなのだ。そうなんだよ、リュウ君。え？いや、泥棒がいるんだ。そういえば大当たりで後ろの車両に逃げていく妖怪がいたんだな。後ろの車両。おっかないんだな。でも、そいつが完全に犯人じゃん。あ、言えない。そいつが完全に犯人じゃん。なんでこんな一文が言えなかったんだろう。あ、パペットマーベット。モノマネキン。マネマネキンキン。僕に何か言おうかな。え、泥棒？僕は見てないな。ごめんね。力にならなくて。あ、いい妖怪も結構いるんだね。こいつらみたいな悪い妖怪もいるけど、こうやって協力してくれる妖怪も結構いるんだ。ここすげえ妖怪たくさんいんな。なんかいいのかな。こんにちは。せっかくのツアーなのに、相棒の鎧さんとはぐれてしまった。鎧さーん。鎧さん一緒にいたら合体しちゃうんじゃないの？大丈夫？こんにちは。何？泥棒を探しているの？泥棒かどうかわからないけど、怪しい妖怪なら見たよ。怪しい妖怪しかいないけどね、ここ。もちろんタダで教えてあげないけどね。何それ？なんだよそれ。バトルが報酬なのかよ、お前。どんだけ戦い好きなんだよ。戦闘民族かよ。赤の目もいる、一個引き。戦っていきます。オッケー、やっぱ強いね。まあでもそんなね、うん、油断しなければ勝てるわな。オッケーオッケー、カップラーメンたくさん手に入ったよ。さあ教えてください、勝ったんだから。すごい、人間の薬めちゃめちゃ強いじゃん。まあ、戦ったのは妖怪なんだけどね。じゃあご褒美に僕の知っていることを教えるね。お願いお願い。実ははっきりと姿を見ていないんだけど、大きなシクタを出していた気がするよ。赤の目かな。赤の目が犯人か。この辺りの聞き込みは十分ですね。これまでの話をまとめると、犯人は大きな舌をして出している。犯人はもっと後ろの車両にいる。以上です。それでは後ろの車両でも聞き込みをして犯人の手がかりを集めてみましょう。その前にちょっとね、戦っていきたいんだ。多分ね、もうちょっと戦えると思うんだよね。レベル上げもしたいし。こんにちは。せっかくのツアーなのに。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。絶好調っぽい人。あら、何か言いたそうな顔ね。泥棒？いや、なんで椅子があるのに浮いてるんですか、あなた。そういえば慌てた様子の妖怪を見かけたわね。後ろの車両に行っちゃったわよ。あ、教えてくれてありがとうございます。漏れぞ、ここで漏らすなよ、お前。やばい、電車の揺れで。もう漏れるぞ。中央でして、そのさ、何？ソファーのところだけは絶対濡らさないで。掃除が大変だから。こんにちは、楽しそうですね。ご旅行ですか？あ、そうです。え、聞き込み？いや、怪しい妖怪は見てませんね。使えねえな、こいつ。一番。こっちも何もないと。じゃあちょっと奥の方行ってみよう、車両。あ、すごい、ここ何？食堂車だって。へえ、これなんか飲み物とか買えるんじゃない？買えないか。あ、可愛い子がいる、これ何？コエンラだって。あ、エンラの進化前か。プーカ、プーカ。え、犯人を探しているの？そんなのどうでもいいから私と一緒に遊ぼう。あ、一緒に飲みたいね、ビールとか。戦いか。こいつも戦っていくか。お、怖いな、と認めんだって。認め出てきたね。あ、じゃあ戦っていきます。こいつらは、スイーツが好き。あ、ハンバーガー好きなんだ。じゃあ認め。認め多分仲間に入れてないよね。ハンバーガー、じゃあもぐもぐバーガー。相手に使えない。あれ、これ仲間にならないパターン。ぽいね。なんか、つつくも使えないし。なんだろうね、コエンラ。こっちは？相手に使えない。じゃあ仲間になんないのか、こいつらは。なんで急に仲間になんなくなったんだ。じゃあ、普通に戦っていこうか。ね。あ、でもしかも、弱くなってる、しかも。なんか、前の車両の敵の方が強かった記憶がある。あ、つむじ風ヒュルルンだって。ヒュルリーララー。ちょっと怖い。あれ、サークルが回転しない。なんで？なんでサークル回転しないの？あ、もしかしてこいつのさ、なんで、認めんの特技っていうやつ回せないようにするとかそういうことなのかな。じゃあこれさ、お払いできないってことじゃん。うわ、きっつ。強いね。別に戦っていくしかないんだ。ハゲてないよが自分でお払いしてくれるのを待つしかないけど。お、倒した。ああいう特技うざいね。なるほど。倒しました。手が1420ですね。リンゴ。なんで仲間にならないんだもんね。うわー、楽しかった。プカプカ。それだけかよ、お前。戦ったんだから、なんかお礼くれよ。プカプカ。ダメだ、こいつ。あ、鎧さん、カブトさんが心配してましたよ。プカプカ。そっちは、そっちじゃない。こっちこっち。せっかくのツアーなのに、相棒のカブトさんとはぐれてしまった。カブトさん！だから、マンシャルにいるってば。あ、これは、なんだっけ、ワカメちゃんじゃなくて、コンブちゃんだっけ？あ、メカブちゃんか。あらら、人間のお客さん、こんにちは。ふんふん。確か妖怪が一匹大当てで後ろの車両に走っていったような。同じことしか言わないよ、こいつら。役に立たないな。これはなんだっけ、癒しん坊だっけ。つまみ食いの助か。こんなにたくさんご飯があるなんて。ダメだ。ご飯っていうのは少しずつじっくりと。おつまみ。
食いをするのが一番美味しい食べ方なのに。あ、確かにね、作ってる最中にちょっとねおつまみ食いして食べるのが一番うまいかもしれないね。なるほど。で、作ってる最中にお腹いっぱいになっちゃうんだよな。鉄板思い出すっぽん、たっぷり力を楽しんで覚えきれんほどの思い出を作るんじゃ。おじいちゃんになってもね精力的なんだね。はて、泥棒見てないかじゃと。はっはっは、わしは誰だと思ってる。見ているところがはっきり覚えてる。お、思い出すっぽん、さすが思い出してるんだ今。しかしただで答えを教えては面白くない。どれ、こういうのはどうじゃろ。こういうのはどうじゃろって言って襲わないで。戦って勝ったらとかさ、なんか説明入れてからさ戦って。じゃあ戦っていきます。こいつらはもう2匹とも仲間に入れてたと思うけど、一緒に戦っていこうかね。オッケー、余裕の勝利。なんか2両目の方が敵対弱くていいね。まあ仲間になんないからね、微妙だけど。お主強いの、ほほほ、愉快愉快。さて犯人の正体だが、ヒントだけ教えてやろう。なんでヒントだけなんだよ、そこまで言ったら全部教えてよ。犯人は古典妖怪ではない。それでは頑張るのだぞ。あ、これなんか犯人当てクイズみたいなの最後にあるのかもしれないね。これ覚えておかないと。古典妖怪ではないんだ。ってことは赤なめじゃないのかな。あ、ズルズルツル、こんにちは。あれ、風かもだって。これズルズルツルの進化系かな。ベクション、ズズズ。この先のテーマパークには温泉もあるんだって。テーマパーク、電車の中にテーマパークがあるんだ。え、楽しそう。僕一年中風邪気味だからお風呂で温まろうと思うんだ。ちょっと風邪気まき散らさないでよ。え、泥棒、慌てて走っていく妖怪ならいたよ。後ろの車両にいたと思う。多分一番最後尾にいるんだろうね。あ、絶好調。あらら、こんにちは。ねえねえ、友達になりましょう。いいよ。そしてあなたはとっても、あなたとは絶好よ。友達になった瞬間絶好って嫌がらせ以外なんないじゃん。え、これ絶好、絶好調の絶好じゃなくてそっちの絶好の方なの。え、ひどすぎるよ。戦っていきます。口だけ女は多分1では仲間に入れたけど2では仲間に入れてないはず。オッケー、本気でバトルするなんてひどいじゃない。もうやっぱりあなたとは絶好よ。扱いづらい、こいつめんどくせえ。あ、これは引きこもりだっけ。ハワワワ、私みたいな妖怪が流行に来ちゃってすみません。そうだよ、名前の通り引きこもってたよ君。この流行が終わったらちゃんと引きこもりますんで。大変なり引きこもらなきゃいけないって。うわー、来た、認めん。こんにちは。犯人見てないよ。ミーも犯人見てないよ。鼻毛は出てるよ。鼻毛出てないよ、やっぱりね。その三段落ちやめろよ。っていうか逃がさないよ。やっぱ戦うのか。じゃあこいつらもボコボコにしようか。オッケー、負けてないよ。気持ちでは負けてないよ。まあ確かに気持ちはね、わかんないからね、見た目じゃ。まあ確かに気持ちでは負けたかもしれない。鼻毛出てないよ、それは出てるよ。もう鼻毛落ちやめてくれよ。うわ、バクとこいつ、こいつなんだっけ名前。笑えねえ。私に何か言おうかしら。笑えてんじゃん。何、泥棒見てないかって。何よ、あなたもしかして私のこと疑ってるの。まあ、確かに犯罪起こしそうな顔してるもんね。やだやだ、それは笑えねえ。なんて戦うの、意味がわからない。戦う理由がわからないよ。ああ、強い。本当は私は泥棒じゃないわよ。でも怪しい妖怪なら確かにいた気がするわよ。姿までは見てないけど、逃げるときバタバタって足音が聞こえたわ。さ、そんな逃げるように走ってたってことはさ、ねえ、すげえ目立つような格好してたんだろうけど。犯人の手がかりが集まってきました。これまでの話をまとめると、犯人は大きな舌を出している。犯人はバタバタと走って逃げる。あ、これも特徴なんだ、バタバタと。足に特徴があるのかね。犯人は古典妖怪ではない。犯人はもっと後ろの車両にいる。以上です。それでは次の車両に向かいましょう。最後の車両だね。あ、バグ、ゲラゲラ奈落リゾートの一押しのスポットは飯屋の肝試しじゃな。肝試し、へえ。味の良さだけじゃないぞ、スリルを楽しめる飯屋なんじゃ。アトラクションとかあるのかね。どういう意味か行ってみればわかるじゃろうて。楽しみだね、早くついてみたいな。ちょっと最後の車両行きましょうか。いるかな。あ、ここは妖魔特急の一番後ろの車両のようですね。あ、みんなね、席に立って。さっき犯人はもっと後ろの車両にいるって言ってたよね。意味してるよ。じゃあ犯人はこの車両にいる誰かだよ。ここより後ろの車両はないんだし。うん、はっ、そうか、分かったぞ、犯人はこの中にいる。いや、今言ったじゃん、アブ君が。いや、それは俺が言った。あとは今までの情報をもとに犯人を当てればいいだけです。大きな舌を出していて古典妖怪ではない。そしてドタバタと走って逃げていった。これなら十分容疑者が絞れますね。さすが名探偵ウィスパー、この私に解決できない事件はない。それ解決してから言ってよ。いや、それは俺が。
さあ助手のアブくん、犯人を捕まえに行きますよ。ウィスパーが初めてなんかうざく感じる初めてではないけど、え、これ偽物以外に話しかけちゃいけないのかな。古典妖怪ではないって言ってたから、これ、座敷わらしは違うでしょ。で、ドタバタと走ってたって言ってたから、この舌出してるこいつも違うだろうね。ドタバタと走って、赤なめでも赤なめは古典妖怪じゃないから、こいつだ、絶対こいつ犯人だ。じゃこいつを最後に話しかけようかね。でちょっと他の人にも話しかけよう。レベル上げがてら、こんにちは座敷わらし、いや楽しんでる。犯人はお前だ。あ、やっぱり犯人当てしなきゃいけないんだ。じゃあ一発で仕留めるぜ。舌を出してて古典妖怪ではなくてドタバタと走る、こいつしかいないでしょ。赤なめは古典妖怪だしね。じゃあこいつで、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、笑うつもりじゃない、なんでもない、ごめんね。こっちこっち、よいしょ。カリパックン、完全に名前からしてもパクってんじゃねえかよ。犯人はお前だ。真実はいつも一つ。いやいや、お待ちくださいアブくん。あれ違うの、カリパックンが物をパクってなんてするめめすぎるでしょ。まあ確かに名前の通りで何のひねりもないけど、それはレベル5のね、ゲームだし、そういうストレートなところが売りなんじゃないかな。よし、絶対そうだって。私の推理が正しければ、こういう犯人っぽいやつほど意外に犯人じゃないの。確かに推理の世界では、犯人っぽいやつが一番犯人じゃなくて、犯人っぽくないやつが犯人でパターンが一番多いけど、いや、それを逆に逆手にとって、お前が犯人だ。畜生、なぜわかったですよね。こうなりゃやけだ、俺とバトルしやがれ。バトルなら余裕で勝つぜ。こいつそんな強くないはずだから余裕で勝てるはず。で、カリパックン、こいつは、あ、相手に使える、じゃあ仲間になることができるんだ。よし、戦っていきます。すげえな、泥棒した相手を仲間にする。でもカリパックン仲間に入れてたような気がするけどな。とりあえず使ってみようかね。よし、で、こっちは、あ、ラーメンが好きだね。オッケー、つまみ食いの好きは多分仲間に入れてないと思うから仲間にした。隠しとくか、攻撃力やっぱ高いな。取り付いてみんな、ガードじゃなくて、あ、サボり、オッケー、取り付いてみます。ハート出てこい、ハート、どこだハート、あった、ハート、股間がいいのか、股間がいいのか、気持ちいいのか、え、でハートで、あ、待って、戻って、狙って、オッケー、で、ラーメン、ラーメンは一番いいのがスペシャルラーメン、スペシャルラーメン、プリーズ。で、ついてこいつ、カリパック、ハートどこだ、ハート、ハートあった、頭がいいのか、頭が正眼帯なのか、ナイス。で戻してお払いして、ここ、あとカリパックにアイテムをあげれば OK。 左側あげてないからね。さあ来い、やっぱりジバニャンも結構ダメージ大きいなこれ。よいしょよいしょよいしょ、 OK、 どんどん回復していこうぜ。でアイテムで寿司、これで最後かな。これで全員に食べ物を与えた。あとは真ん中をつつきたいね、なんとか。真ん中取り付いてくんねえかな。お、奥義つまみ神剣だって。何それ、かっこよさそう。ちょっと技見てみたいな。これ、逆取りするか。お比べの術で。キャンセルした方がいいかな。多分一発ではやられないと思うから大丈夫だと思うけど。逆取りか、一応。あ、来た、奥義つまみ神剣。おお、微妙にかっこいいのかかっこ悪いのかわかんないよ、技。あと結構ダメージ受けてんの、チートリやべえじゃん。下げて、お、来た、早い、ほら、よし、お金たっぷり入ったよ、やったぜ。その間に回復もして、タケノコ、タケノコを、多分いいね、太いのをあげて、ナイス。ちょっとね、チートリがまずいね、HP。ガビアに全部 HP 吸われちゃってるから、そろそろ倒せるんじゃないかな。じゃあ、アイテム回復とくか。タケノコ太いので OK、 ナイス、これで倒せるかな。よし、ナイス、余裕でしたね。レベル55推奨とか言ってるけど全然余裕じゃないですか。いいじゃないいいじゃない。お、くじびっけん、ダサい指輪、マトンカレーですね。マトンカレーうまそう。あ、カリパック仲間になったね。君いろいろ貸してくれそうだし、友達になるよ。いや貸さない、絶対貸さねえ、お前には。なります。カリパックじゃあニックネームどうしようかな。ニックネーム、じゃあ、五右衛門で天下の大泥棒ね。お前五右衛門みたいにビッグになってくれよ、頼みます。はい、カリパックンを五右衛門と呼ぶことにした。いいじゃん、よし、妖怪大臣のくれた。やっぱ持ってなかったか。あ、持ってるか。あ、持ってたか、クソ、まあ仕方ない、バレちまった。もういいよ、持ってけ。こいつはカリパックンして何しようとしてたんだろうね。ブレーキハンドル取っちゃったらさ、君も降りられなくなっちゃうんだよ。
思い知りましたか、この名探偵ウィスパーの実力よ。お前何もしねえじゃねえかよ。あなたのやったことは何もかもズバッと丸っ通しお見通しなんですよ。さっき思いっきりスリ外してたくせに。さあカリバックン、なぜ盗んだのか話してもらいますよ。そう、なぜ盗んだの。悪かった、むしゃくしゃしたらスリ仮パックをしてしまった。むしゃくしゃしたから、特に理由はなかったってこと。何があったの。それがよ、あんなに楽しみにしてたのによ。何、ゲラゲラ奈落リゾートの入場券をなくしちまったんだよ。あ、え、じゃあ行けないってこと。あれ、カリパックン服から何かはみ出してるよ。え、まさか。持ってたのかよ、所属感はやめろよ。一度に二つの事件を解決してしまうとは我ながら恐ろしい推理力です。もうウィスパーのこの脳天気っぷりをちょっと見習いたいわ。見つけたのはウィスパーじゃないし。さあ助手のアブくん、社長さんにブレーキハンドルを返しに行きましょう。わかった。本当にウィスパーは役に立たないんだから。まあでもこれで無事にね止められるようになったから、これで遊びに行けるね。あ、楽しみだな。どんなアトラクションが待ってるんだろう。車掌さん持ってきましたよ。あ、まずいな、困ったな、どうしようかな。早く車掌さんにブレーキハンドルを渡しましょう。はい、どうぞ。お待たせ車掌さん、ブレーキハンドルを見つけたよ。そうそう、これです。これで列車を停止させることができます。それではお客様、こちらから運転手に渡していただけませんか。え、なんで俺が。実は運転手が皆さんに何かお礼をしたいと申しているのです。あ、え、今のやり取りで何通信したの。テレパシーかな。ほうほう、お礼ですか、実にありがたいですね。それではどうぞどうぞ機関室にお入りください。あ、ご丁寧にありがとうございます。なんだろう俺って、お金かな、金銀財宝かな、楽しみ。はっ、暴走待ったなしだって。え、こいつボスっぽくね、戦うのもしかして。パッパー、うわ、なになに、多分あれが運転手です。すごい怒ってるみたいですよ。え、俺らのせいにされてんのもしかして。誰が俺のブレーキハンドルを盗みやがったんだ。許さん許さんぞ。ポッポー、ひー怖い。あ、なんじゃお前ら、わしに何か用か。あの運転手さん、これを渡しに来たんですけど。言っとくけど俺らじゃないですかね、犯人は。犯人は違う人ですよ。ブレーキハンドルを手を渡した。大丈夫これは。さてはお前らがブレーキ、違うっても予想通りの展開やめてくれよ。え、いや俺は、俺たちは取り戻しただけで。あー、マジか、これ勝てないっぽいな。大丈夫かな、推奨レベル55。暴走待ったなしだって。 HP はとりあえず大丈夫、揚力も全員回復している。だったらこれでいきます、戦っていきます。技、これ取り付いていこうぜ。いきなり、なになになに、技の方、力の燃料が増えた。技攻撃を使うと力の燃料が増えると。なんだそれ、とりあえず漆黒ミュータンって取り付き効かないかな。どうだろう、狙えるところあるぞ。お、なになに、妖術攻撃で、ね、容器の燃料が増えた。燃料が増えた、これ怪しくね。落ち着けない、落ち着けないか、強力ゲージになった。じゃあ揚力と普通の通常攻撃をバラバラに攻撃しなきゃいけないって感じだ。それめんどくせえな。じゃあ一回ためてためて、熱々状況ご注意。なになに、強そう。あー、取り付きか、取り付き多すぎだろこいつ。マジかよ、連打で。今どこだ、こっか、ここがええのか。え、あー、次よ、来てるぞこれ。ガブニャン、ガブニャンの HP が低いっつのもあるけど、打たれ弱いっつのもあるけど、ダメージ破壊力ありすぎだろ。うめえな、お払い、お払い。アビブさんがやばいな、アビさん持ちこたえてなんとか。HP 全然減らないし、これ勝てないかもしれない、大丈夫かな。とりあえずガブニャン、ガブニャン出したくないな、お払いで。ハゲてないようで、オッケー、いいぞいいぞ。ちょっとダメージをコツコツ与えてるよ、技もガンガン使っていきたいね。揚力ケージ、あーやばい、力がかなりアップしたのって、まずいんじゃないか。極楽に回復してハゲてないよ。何、大激、大爆発待ったなしだって。待って、お願いだから待ってよ、待ったなしとか言わないで、許して。アウィブさんがやばいから、アウィブさんの前にあるかな。タケノコ、タケノコで技ガンガン使っていこうぜ。いい効果を打ち消す。あれ、爆発待ったら来ちゃった、強そう。どれくらい食らう、うわーやべー、超強い。 OK、 これで、やばいぞこれ。大丈夫か、シャドウクを出して、こっちで回復してガブニャン。シャドウクは自分を回復して、今アイテム使えないからさ、サボるなよそこで、そこでサボるのはきつい。体の蒸気、何か来る、取り付くか、
あー取り付きかきついな。ケガムニャン、これで少しでも HP 回復して。ガムニャン回復するでしょ。そしたらアビブさんをちょっと回復しようか。アビブさんをタケノコで回復させて2人下げておかない。あー多いよ。 OK、 1人やって、ジバニャンの HP 回復したら出せないしな。ハゲてないよ、もうやばいぞ。強いな、ちょっと大変揺れます。揺さないで、ハゲてないよ、危ねえ、ハゲてないよ、死ぬ。先にハゲてないよ、回復か。じゃあもぐもぐバーガーを、待って、ハゲてないとしか肉が好きだから牛タンをハゲてないよ。 HP は、あ、全回復しないのか、これで。どうすっか、これアビブさんの技使って回復させるか。ジバニャン回復させてからちょっと戻したいんじゃない、キシリトールは。あー、取り憑かれちゃったか。いくらだけ、ショーガーもう今3分の10ぐらいダメージ当たってるからね。オッケーオッケー、ナイスナイス。で、なんか来たよ、これで回復。あ、もう取り付きが多すぎるよ、こいつは。やばいやば、で、連打、どこだどこだ、ないぞ、ピンポイントがない。俺の生還体はどこだ。あった、ポパンか、やっぱり。あー、やばい、ガミニャが死んだ。なんかちょっと強すぎんよ、こいつ。どうすか、アクシルとか死んじゃった。あ、まだ死んでないか、オッケー。はい、技オッケー、使いたいけど使えない。お払い。あー、やばい、勝てないかもしれない、これ。ラスボスより強いじゃねえかよ。シャドウ君回復してなんとか。お払い完了。で、お払い。やばいやばい。オッケー。シャドウ君違うんだな、回復なんだな、そこは。でも仕方ない。じゃあ、いい感じでシャドウ君。やばいな、控えのメンバーがもうみんな死にそうだよ。私はジバニャン使ってるか。じゃあ先にシャドウ君、またあ、もうまた取り付き、しつこいぞこいつマジで。今日男が嫌われるぞ。ハゲてないよ、頑張って。なんとか、あ、でもやけどダメージがでかすぎる。回復できねえからな。どうするしかないか。パパパパ、うっさい、パパ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 。オッケー、やべ、これ死ぬかもしれないな。誰か死んじゃうか。もう取り付きがきつい。アイテム使えない、まだこれ出すわけにはいかないもんな。来てる、来た。今度はもぐもぐバーガーをこれで、これで下げる。手を払い、強いな。アブニャンが死にそう。あー、言ってるそばから。アブニャンがな、もうアビブさんも死にそうじゃんかよ。あ、待って、こういう時はアビブさんの技使っちゃおう。頼む、間に合ってくれ。間に合い、間に合い、お願いします。アビブさん、ここで離れば容力かなりアップ。いいぞいいぞ、このタイミングで。ナイス、いいタイミング、僕のハード天国。オッケー、ナイス、ナイスタイミングすぎるぞ、これは。いい回復だ、今のは。で、じゃあ、カニ玉を、ジバニャン。で、お払い。で、お払い。アブニャンは自動的に HP 回復するから、後回しでもいいんだけど、よし、お払い。よし、持ちこたえたなんとか。ここから、どんどん攻めていこうね。え、ダイバーがまた爆発来ちゃうの？くっそーん。早いよ、しかも。スパスパスパーン！スパスパスパーン！これくらい受ける。いやー、マジかよー、強すぎだろ。なんで揚力アップしてるからか。深いガンボ使っちゃう、ここで。これで、これで、マジかー、強すぎだろ。ちょっと技使っとこうか。あ、待って、きっついなー、きっついわー。お払いで、きついんじゃないこれ。ジバニャン攻撃しないで。あー、もうどんどん HP が削っていく。あー、死んでしまう俺。落ち着いてお払いして、連打、飛ぶか。 OK、 あー、ジバニャやばいな。ジバニャ先に HP 回復して、でお払いして、あー、キシリトールだったな、失敗した。はい、やどこどこ、こういう時に限って見つからない。 OK、 で、あー、もうやばい、どうしよう。これで、あー、また3人しない方がいいわ。与えるためにジバニャとハゲじゃないよ。なんとか持ちこたえて、死なないでお願い。もし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 もないじゃないか。まずすぎる。技を。アイテム使えないから技使っちゃうしかないか。これまずい。
これで決めてしまえ、いけ、噛みつけ、勝ったんじゃない、これで、いけ、あ、またちょっと、あと一発、ハゲてないよ、いけ、あぶなー、ギリギリの戦い、あー、絶対勝てないかと思った、でもよくぞ勝ちました、ありがとうございます、もう手の汗がすげえんだけど、あー、めっちゃ頑張ったわ、あー、経験値めっちゃ入る、あー、嬉しい、お花見ボーナス、すっげえめっちゃ入ったわ、めっちゃレベル上がった。ありがとうございます。お金もめっちゃ入ったわ。嬉しい。大勝利ですわな、これは。よかったよかった。だから、俺たちは泥棒じゃないってば。え？デクシーたちはブレーキハンドルを取り戻しただけです。それはアブくんがわざわざ持ってきてくれたんですよ。そうだよね。わざわざいいことしてあげたのに、この仕打ちはないよ。そう。知らすまでについカットになっちまった。話ちゃんと聞いてよね、もう。やっぱり俺はブレーキハンドルがないとダメだな。あ、そっか。精神のやつもブレーキハンドルが関わってたんだ。それがないから歯止めが効かなかったと。まあ仕方ないな。こいつがなくなるとすぐに体が熱くなって暴走しちまうんだ。妖怪じゃないの君は。機械なんだね。そのブレーキハンドルって性格をブレーキするものだったんだ。あ、そういう問題だったの？性格をブレーキすればちゃんとブレーキが効くってこと？電車の。あ、じゃあ別に止める必要はなかったってこと。ともかくこれで電車は大丈夫ですね。車掌さんに報告しに行きましょう。はーい。まったく人騒がせなやつだな。名探偵ウィスパーの大勝利です。これで無事に目的地にたどり着けますね。ありがとうございました。お客様は素晴らしい。お客様つか私が素晴らしいです。ところでちょっと気になったんだけど、運転手がお礼をしたいって言ってるってさっき車掌さんが言ってたけどね。全然お礼じゃなかったよ。お礼参りってこと。俺たちお礼なんて何ももらってないよ。あ、そういえばもしかして社長さん、自分が怒られるの、あ、そういうこと、俺らを犠牲にしたってことは。この澄ました顔して本当に。だって目的地に着かないと困るのはお客様ですよね。ですからお客様に身代わりになってもらおうかななんて。腹黒いやつらはなこいつ。なんかウィスパーみたいだねこいつ。ウィスパーと同じ種族なんじゃない。帽子と服取ったらなんかウィスパーみたいな形してそうだもんね。頭にうんこ乗って。この妖怪実は悪いやつなんじゃ。妖怪は大抵悪いやつだと思うよ。まあまあ無事に事件は解決したんですし、よかったじゃありませんか。
固いこと言わずに楽しみましょう。はい、こちらの入場券をどうぞ。んー、なんかしてやられた感じがするけど、でも入場券手に入れたからいっか。よし、ゲラゲラランド楽しみだね。ゲラゲラ奈落リゾートの施設の一つ、ゲラゲラランドの入場券です。有効期限は一生涯、いつまでもお使いいただけますよ。じゃあ一回もらったらもうずっと入れるってことか。こりゃいいね。それとこちらもお受け取りください。何？お、ふくふく超特急パスだって。何これ、何これ。そのパスは肌身離さず大切にお持ちになってください。運が良ければいつもと違った旅旅行を味わえるかもしれませんよ。どういうことだ、ランダムでなんかあイベントが起こるとかそういう感じ。それでは当電車はこれより目的地へと向かいます。安全運転で参ります。快適な電車の旅をお楽しみください。ありがとうございます。あー、やっとか、長かったね。まもなくゲラゲラ奈落リゾート、ゲラゲラ奈落リゾート、お降りの際はお忘れ物のないようお願いします。さあ着くぞ。ドキドキする、ワクワクする、メッキラモッキラドーンドン。何、全然想像してるのと違うんだけど、なんかすごい暗い雰囲気。ゲラゲラランド、こんにちは。ここはゲラゲラランド行きだから、今パックのあるエリアかな。うわ、まがまがしいわな。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回ゲラゲラランド入ってみましょうかね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。